日本サッカーへのリスペクトが止まらない。現地9月9日、日本代表は敵地に乗り込んでドイツ代表と対戦し、4対1の快勝を収めた。11分に伊藤が先制点を挙げて、その後追いつかれるがすぐさま上田のゴールで突き放し、後半も危なげない戦いぶりを披露。最終盤に朝の田中が連続ゴールを決めて、 カタールワールドカップでのリベンジを期した大国を見事返り討ちにしたのだ。フォト、日本代表のドイツ戦出場17選手監督の祭典、寸評。8人が7点台の高評価。モムは 1G1A の伊藤淳也ではなく、その試合の7時間前、中国では同国代表チームがマレーシアとのテストマッチに臨み、11で引き分けた。試合後の会場にはブーイングがこだまし、 選手たちにペットボトルが投げ込まれるなど騒然とする事態に。中国メディア、新浪体育は、日本に敗れたドイツのファンと同じ心境だったのだろう。中国代表はずっと暗いトンネルを彷徨っている、と記し、次のように論じている。もはや日本がドイツに勝っても、誰一人、快挙、とは言わなくなった。それだけ内容を伴った4対1の勝利であったわけで、 ドイツの選手たちはまざまざと現実を突きつけられたのだ。まさに爆発的な勝利だった。ワールドカップで敗れて、ドイツのモチベーションが低かったはずがない。日本は全力で臨んできたドイツに、ダブルキル、を達成したのである。さらに同メディアは、決して偶然ではない、と評し、勝てるというメンタリティでプレーしたので、あまり色々考えずにプレイできた、という森田のコメントを紹介。 試合後も日本の選手たちはアッケラカンとそのように語り、まるでホームで戦っているかのようにリラックスしていた。それもそうだろう。選手の大多数が欧州でプレーしていて、出場した選手の半分がドイツで活躍しているのだから。森安監督はチームをうまく新陳代謝させていて、チーム強化は順調そのものだ、と称えている。ひるがえって、中国代表の現状についてはかなり悲観的だ。 マレーシアの監督は試合前、我々は勝つために来た。十分に実現できると信じている、と豪語していた。中国サッカーへのリアルな評価がそこにあり、我々は彼らにさえ舐められているのだ、と分析。その上で、マレーシアは、フィファランクが134位で中国は80位。そこにどれだけの差があるというのか。 アジアの一流レベルから大きくかけ離れている点では同じなのだ、と続けている。最後に同メディアは、地元でのアジア大会で流れを少しでも変えたいところだ。U24 世代は悪くない、との一文で締め、9月19日から杭州で開催されるアジア大会に期待を込めた。